付き合いすることになりました。Come to the water where you will find peace. Take a step into the river. Get down on your knees. Come to the mountain. Or take it in the view. You will find the life is greater than you knew when you go.一緒に暮らそうっていう感じになりました。いや、ちょっと今日はね、あの私の家に私婚約しました。はい、もう皆さん今までの動画を見て分かる通り婚約いたしました。なので今から婚約者フィアンセ呼びたいと思います。どうぞ。浩平さんです。どうぞどうぞ。来ました。おめでとうございます。ありがとうございます。ジャック、ジャックもいで。フィアンセだったじゃん。フィアンセが合ってるよね。フィアンセです。じゃーん。まだつけてないね。まだないのよ。はい、私だけなんですけど、はい、婚約しましたね。はい、この動画は3月9日にアップされてると思うんだけど、プロポーズしてくれたのはいつでしたか？プロポーズはあの誕生日のね、2月9日にさせていただきまして、うん、嬉しかった、はい、びっくりした。あ、そう、びっくりしたよ。ちょいサプライズやったかな。うん、っていうかそのシチュエーション的に私が全く考えられないタイミングだったからびっくりしたのと、でも嬉しかったのがナイル・ジャックがいる場でね。あ、そうそうそう、うん、本当にもうね、ここです。寄せこんな感じだよ、ね、こんな感じで、うん、ちょっと今真面目な話中よ。喧嘩してるわっていう感じでとってもびっくりしたんだけど、もちろん私からの答えはイエスということで、その瞬間婚約という感じで、すごいね。すごいね。すごい。緊張しましたよ。した？もうかなり緊張そうね。しました。こんな子さんでも緊張するんだなっていう感じで、はい、まあその詳しいエピソードはまた別の動画でこれから話していこうかなと思ってるんだけど、この動画を撮るまでにお友達だったり家族だったりにはちょっとずつ報告していってて、一番最初には家族にね、報告させてもらったんだけど、その家族が住んでるところも近いわけじゃないからちょっとビデオ電話みたいな感じにはなってしまったんだけど、でもすごい喜んでくれて、そうね、嬉しかった、嬉しかった、嬉しかった。友達の反応もみんなよくってさ、なんか自分たちじゃ全然実感湧いてない感じだけど、うん、そう友達の反応とか家族の反応を見ると徐々に、あ、本当にみんなも喜んでくれてるんだってびっくりというか、うん、そういうのでだんだん今こう現実そうを受け入れていってるみたいな感じ。確かに夢心地、夢心地、そう、実はもうね入籍日も決まっているんですよね、うんうん、いつになりますか？入籍日はね3月15日にしましたね。ああ、そう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 、はい、決定しました。じゃあもうしましたの過去形なのかと思って、決定って、ね、15に決めました。はい、はい、そうなんです。3月15日にした理由としてはすごくあの縁起がいい日っていうのと、うん、あとはね、よいしょ、はい、この子、この子ジャック君のお誕生日なんです。ね、そうなんですよ。すごいそのタイミングがよくって、プロポーズされてから約半年から1年ぐらいかけて入籍する方が多いらしいんですけど、あー、そうなん、そう、でも私たちはこのタイミングで3月15日がいいんじゃないかと思って、そう、早くがいいと思ったもんね。早くがいいって言ってたもんね、もともとね。あの3月15日はうちのおじいちゃんの誕生日でもあるから。すごいよね。そう、それ最近お金聞いたね、うん、決めてから知ったことだよね。決めてから知った、
だからいい日やろ。いい日、いい日、うん。そうなんです。この2月9日にプロポーズしていただいて、うん、3月9日にアップしてるんだけど、結構これってパパパッとリアルタイムでこうみんなに届けてるじゃん、うんうん。それもやっぱりずっとみんなも応援してくれてるから、うん、なるべくその時差がないように、うん、このハッピーな報告をみんなに届けたいなと思って、今日動画をアップすることにしました。だからもうね、もうすぐにはなるんだけど、入籍する日も皆さんもこの6日間ぐらいワクワクした気持ちでいてくれたら嬉しいなっていう感じだね。どうだった？両親に報告するとき緊張した？いや、なんか実はね、そのビデオ通話もさ、うん、サプライズをしようと思って、うんうん、送りたいものあるから、うん、ちょっとビデオで確認してみたいな感じで電話かけて、そしたらうちのおかんと、うん、まあ、兄貴と弟の奥さん、うんうん、2人が揃ってくれてて、うん、これいるとか言ってなんかちょっとね、うん、実はジュリアの時もそうやねんけどね、ジュリアのお父さんお母さんがいる前でも、そう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 、あのこのお土産いるとか、そうそうそう、なんかたわいもない話をビデオ通話でやりながら最後に実はみたいな、うん、やっぱりビデオ通話するのって普段あんまないからさ、ないから、ね、だから絶対違和感あるかなと思ってやったんだけど、うん、なんか分かってたよみたいな、そっちはなんかお父さんお母さんはちょっと感づいてたよね、うちは全然多分分かってなくて、あ、そう、女子連中はわーって言ってたね、騒いではった。でもね、あの花とかノアとかもなんかなんとなくそんな気がしてたって言ってた、あの集まりがね、うん、珍しい集まりやから、そうそうそう、今見てくれてる皆さんもびっくりかもしれないし、うん、なんとなくもう近いのかなって思ってくれてた人もいるかもしれないし、分からないけど、うん、いつも応援してくれるからさ、早く伝えたくって、そうなんだね、うん、そうや、そのやらかしたって言ってたよ、はい、ちょっとやらかしたことがあってね本当になんかジュリアっぽいことをなんかちょっと前にやったみたいです、ね、はい、やってしまいましたが、ちょっとそれもまた今度、あ、それも今度ね、話すまでもないちょっとしたことなんですけど、だからもうなんとなく分かってる人もいるかもしれないなと思って、うん、いいな、そのぐらいなんかラフに、まあ今日もすごいラフな感じやけど、そうだね、自然体で報告したいから、うん、まあ自分たちっぽいし、その方が隠してたわけではないんだけど、ね、そうです、はい、ということで私たちはこれからも、まあ、ここを引っ越すわけでもないし、うん、何か大きく変わることはないんだけど、 YouTube もそのままなんだけど、ちょっとコンテンツがまた増えるというか、ちょっとこのね、あ、そうね、うん、新婚やばくない、新婚のコンテンツがすごくない、すごい、それすごいね、あとまあ結婚式準備とか、うんうん、すごいね、そう考えなんかね、本当に違和感、え、夫婦になるの、夫婦です、なんかさ、まあ今後も多分そういう話すると思うけど、どう呼ばれたいとかさ、あるよ、うんうん、それもちょっと考えてみた、この前話してた、お互いどうやって紹介するみたいな、いろいろ変わるからね、いろいろあるから、ずっと踏んでますけど私の足を、ほんまはい、じゃあ来ましたよということで、これからはもうここが本当の家族になるということで、うん、びっくりなんだけど嬉しいです、いいね、家族、うん、家族嬉しい、家族ファミリーだよ、うん、やったすごいね、すごいね、いつも応援してくれてありがとうございます、ありがとうございます、これからもね、また引き続き応援してくれたらとっても嬉しいので、私もね、いろいろ動画でお届けできたらいいなって思っているので、これからも私たちをよろしくお願いします、ということでバイバーイ、バイバーイ、おやすみなさい。あ、撮れてます、みなさん、ちっちゃい、ちっちゃい、ありがとう、あ、頑張って、すごい、泣いてる、ありがとう、そうそう、僕もでした、そうなんです、出してもらいました、いい感じです、最高です、ありがとうございます、ありがとうございます、あと一つ見てもらいたいものが、うんうん
あのお土産を渡そうと思ってお渡ししていいですか？ありがとう。何？ルビー。何くれんの？じゃん。ほんまに？ほんまに？ふざけた格好したあかん。ほんまに？めっちゃ嬉しい。おめでとう。ありがとう。涙が。おめでとう。最高のお祝いです。イエーイ。成功。おめでとう。ありがとう。ああ、もうほんならもう個室取ったやん。普通の美味しい焼肉屋です。あおちゃんちょっと見せたいもん。何ですか？いい？はい。泣いてる。おめでとう。そうなの。そう。おめでとう。泣いてる、めっちゃ泣いてる。ハンカチある？あ、3人揃って、3人揃ってる感じやな。はい。なんか、そんな大したあれじゃないんですけど、ほら、次ですね。こちらですね。あ、ジュリアちゃんが。結婚しました？はい。婚約しました？はい。婚約しました？します。はい、おめでとうございます。それの生報告でした。おめでとう。はや、もう知ってた。はや、おめでとう。あ、はや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 、しました。しました。おめでとう。そうやろ。じゃあもう一回見せてください。あ、見せてください。はい、またね。はい、はい、またね。はい、ありがとうございます。誕生日おめでとう。イエーイ。誰でいる？いるよ。え、なに？前向いたね。じゃーん。じゃーん。しました。おめでとう。イエーイ。泣いてる。おー、泣いちゃう。え、よかったね。マイバースデーだよ。マイバースデー。 He proposed to me。 イエーイ。ありがとうございます。イエーイ。ダディ泣いてるね。I knew someone had it anyway. I knew it. そう。そうだと思ったって。あ、そう、すごいね。じゃん。じゃん。よかったね。よかったです。そう、なんかそうかなと思ったんだけど。あ、思ってたんだ。じゃあね。ありがとうございます。バイバーイ。